あーそっかー、これ攻略サイト見ながらやるのだりんだよな。いちいちこれやんなきゃいけないのか。まあいっか。そんなしょうもない。やべえ、あぶねえ。どうした、ビビ。氷の洞窟って、知ってる？ここがその氷の洞窟か。よかろう。ああ、おじいちゃんのやつもあったね。ビビのおじいちゃんは、クイナなんだよな。クイナのなんか親族だよな。ここは霧の下から上まで続いてる洞窟なんだって。素晴らしい。ビビ殿のおじい様は博識ですな。霧を脱した暁にはぜひとも感謝の言葉をお伝えせれば。おじいちゃんはもう死んじゃった。それは知らなかったと言え、失礼いたしました。忍ぶみたいだな。全画面に表示できないのかな？ F11? みたいか。ま、とにかく行ってみっか。懐かしいな、この BGM。まあなんで美しいところなのでしょうね。噂には聞いていましたが、これほどまでに美しいとはね。綺麗な花、名前は何て言うのかしら。姫様、むやみに触ってはなりませんぞ。どうでもいいんだけどさ、寒いんだし早く行こうぜ。なんかね、ファイナルファンタジー実況してて思うんだけど、こいつらマジで余談、人生を楽しみすぎだ。ドラクエって結構さ、まあいっか。ララ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 ラ。早く言ったけど、じゃあ丸ボタン連打しないバージョンを今からお届けしよう。丸ボタン連打しないぞ。
クソ投げじゃん。うわー、ケアになると楽でいい、マジで。てかやっぱ青魔法ぐらいはさ、ちゃんとマスターしていこうぜ。ナインの青魔法何が便利だっけな。まあいつもながらのホワイトウィンドウ、マイティガード、あとなんだろう。いや俺サラマンダーはあんま好きじゃねえ。ゼニ投げ系のキャラクターあんま好きじゃないんだよね。あ、レベルなんとかですか。お前の魔法をこの壁にぶっ放してみてくれよ。アクアブレスも強えな。マジックなんとかってやつ。マジックなんとか。マジックなんとかってなんだ。いや、最終パーティーはもうこいつだ。ガーネット、加藤純一、ビビス、タイナーだ。クジャ、エイコは、まあでも、クイナ、本当に突き詰めていくとカエル落としで、ね、行きたいから、クイナも入れるだろうけど。だん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 、フライヤーもまあ使いたいな。わわ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 。ナイス！ファイヤーゲット。ビビが一番いいわ、使ってて。風は通り道。風は通り道って言ってもよ、関係ねえんだ。別にぶっ殺していけばいい。まあまあ、これ、このさ、安定早いじゃん、ローディング早いから。これまだ、まだ安定してたからね。この辺から、うわわ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 わ。で、俺がいつも FF9 やるときはレベル低レベルでクリアしなきゃいけないのよ。攻略サイト見ながら。この段階でまだレベル1だから。でこの段階でというより、こっから25時間ぐらいずっと超低レベルでクリアしなきゃいけないから、本当のただの地獄。TDM の地獄。うん、うん、うん。ナインはボスの経験値入んない。最悪よね。お、バン。そう、ここで命じましたもらえるんだよ、結局な。超アルティマニアかし、欲しい。ブーわわ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 、あ、何あのワン、これ何これ。わわ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 、あ、はい。
おい、しっかりしろスタイナー。まあ、ご多分に漏れず、このプリンとかいうやつ。ちなみにね、ファイナルファンタジーの、じゃあなんで低レベルでクリアしなきゃいけないのかっていう、うんちく垂れていいか。ファイナルファンタジーはね、武器によって、レベルアップ時にボーナスつくんだよ。力プラス3とかさ、ファイナルファンタジー6のあのマリーン、魔石のマリーン装備すると力プラス2の補正がつくみたいな感じで、いや低レベルでクリアすればするほどそのレベルアップの上限が伸びるわけじゃん。成長する余地がいっぱいあるわけでしょ。でそのなんて言うべきだっけな、まあ、結構後半に取れる装備じゃないと、ティーダの火力プラ、力プラス3が取れなくてさ。で、この武器を取るまでティーダはレベル1で行くっていうのが、習わしなんだけど。ブリザドか。だけどね、それやってると、やっちゃうじゃん。素早さだけは、なんだっけな、レベル10アップごとにプラス1されてんのかな。強っ。何よ、そんなこと気にする必要もなくないか。しちゃうんだよね、しちゃうんだよね。クッポポポーに会いに行って、ファイヤーで溶かしてやれ。教えてモグ太郎。この放送見ながら寝るから、あんま大きい声で声では喋らないけど OK。 面白くなってきたんじゃないか。おめえそんなこと言われたら俺だってよ、力なりでよ、面白くなってきたから。うるせえ、もう分かった、黙れモグ次郎。来た、グーモニーと手紙を届け、さらしてほしいやんけ、我クポクポクポポポ。あ、もうボスか。とある理由で後ろに下げます、ティーダを。指何やってんだ、早くしないと置いてくぞ。ビビ殿、大丈夫でありますか。おった。おっさん大丈夫じゃないな。二人とも何やってんだ。
デレデデ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 時短だけさ、すんなり、ちんまり目覚ますんだろうね。ここに待ち構えているのは、クロノワルツ1号。このまま眠っていれば苦しまずに済んだもん。この吹雪を起こしてるのはお前なんだな。なんだっけな、こいつの倒し方。クロノワルツ1号と、あれ ?1 号って、こいつ単品か。2号だ俺が、ダリーノは。ブリザとかなんかも使ってくれるやつだよね。ああ、そう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 。これね、普通にやっちゃったぶんってこのレベルじゃクリアできねえわ。本当は、あ、いけるな。え、タイダルウェーブ溜めながらぶっぱぶっぱだよ。さあみんな、ご覧のありさまだ。まず俺らは盗まなきゃいけない。どうだ、地獄やろ。レベル1で勝てるよこいつ。エーテルとミスリルダガーだけだよね。ミスリルダイだけだよね。ミスリルダガーは盗賊の証じゃなかったっけ。これあれだっけ、戦闘中に装備変えられないよね。一応何も持ってないっていう表記が出るまで俺は盗み続ける。多分何にもない。エーテルだけだね。左はエーテル1個だけ固定かな。3号だけ何かあったっけ。3ついけんのか。何投げんだっけ。なんかフェニックスの方がなんか投げると裏技で殺せなかったっけ。これ全体の何割すんすか。マジで 1% 1号倒して あれ1号倒すと暴走するっけ。トランスセイ。ああ、そうだ、テント投げると確率で、あ、そう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 、何、見破るってそういうことか。 HP を見破ってくれるのかと思った。さあじゃあいきますか。ワルツからいきますか。
しまった。HP50% 以下で津波。左にフリーエナジーぶっぱからの。あれ HP1000、 HP900 だっけな、800だっけ、ちょっと見てみよう。攻略懐かしい、これ見てたな、こんなの。お、何でもパンデモニウム出てくるからよ、楽しみにしてね。パス来い。おい、なんでボスの攻略ないんだ。盗めるアイテム一覧ダーリあー見てしまった、盗めるアイテム 一覧を。250分の16か。あー、やっぱ250、2ゴロ分の1もあるわ。だる、やばすぎ。次打ち。これがね、256分の16。まだね、攻略サイトは今リスク4まであるからね。ルルルルルルル。まあここはね、30分もあれば盗める。え、コールドークスの攻略したらねえじゃねえかよ。ちょっとこの攻略サイトダメだ。モンスターとボス。推奨レベル5。結構足りてないね。いつまでお前。
自他の単独で戦闘する必要があるので、戦闘を長引かせるとすごく不利になるぞ。トランス状態に入ればダイダルフレームでシリオに大ダメージを与えるので、トランスゲージを半分以上貯めた状態で戦闘に挑もう。え、ちょっと待って、マジ無理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 。こいつね、強くないんだけど、何がだるいって盗まなきゃいけないの、つれ。一発フリーエナジーかも、そこ。やべ、これ津波来るよね。てかフリーエナジーからのダイダルウェーブで勝ちなんだ。さあみんな、泥沼の様相を呈してきました。頼む悟空。なんだよ、でも無駄だ。もうそんなの、おい、どうでもいいからミスリルダガーください。お願いします、ミスリルダガーください。お願いします。よーし、これさ、もう一回 HP 半分以下にしたらさ、あれが来るなんてことねえよな。津波って一発限定だよね。ミスリルダガーのアビリティは、盗賊の小手のはずで、盗賊の小手っていうのをスキル取ると、なんと盗むの確率が2倍になるぞ。で、なんで俺がこんなに盗みまくってるかっていうと、盗賊の証っていう技があるんだけど、盗んだ回数かける1みたいなダメージを起こす技があるんだ。要は、これはすごく大事な作業というわけじゃ。そう、256分の1が256分の2になるんだけど、でもその2ってだいぶすごくでかくない？竜の紋章はドラゴンを倒した数、カエル落としはカエルを倒した数に応じて火力が上がっていく。カエルを捕まえた数が。で、やろうと思えば、今から仲間、これから仲間になる変なカエル野郎がいるんだけど、初動で9999出すことも、可だった気がする。全然盗めんやん。はい、ここ掘れ、チョコボやりて。おい、てめえのよ、くだらねえポーションエリクサを盗めてんだよ。盗んでやってるんやぞ。でもさ、ファイナル、ね、今ってさ、今の FF ってさ、裏ボスみたいなのいる？例えばセブンでいうところの、なんだっけ、右下のオーストラリアにいるボス、テンでいうところの全てを超えし者、セブンでいうところのエメラルドウェブンだっけ。あ、エメラルド、海の中にいるね。15にもいるのかな。うわ、セブンのインターナショナルのさ、ダイヤウェポンとエメラルドウェポンみたいなやついたよな。
ラインでいうところのオズマ。そろそろ盗み終わってもらっていいか。オズマはここ掘れチョコボをどんどんやっていくとなんか会えるとかって気がする。天空みたいなところに変わった気がするな。お前次もしたまんな、次盗めなかったらお前たお前殺すぞ。ポケモンで言うとどれぐらいですか。今ね、どうもポケットモンスターの世界へようこそってところぐらい。マジでまだ名前決めてねえよ。ファイナルファンタジー9がなんで勉強してる人が少ない、キプレイが2周目しない理由はここにある。あ、そうだ、ブリザラ打ってくるんだ。なんでやっても無駄だ。横山みどりみたいな口癖だね。おい加藤、なんでやっても無駄だぞ。まだライバルの名前決めてね。こいつの名前はなんじゃったっけな。そうだってところぐらい。汗がめちゃくちゃ多いじゃん。あ、全部盗んでいかなきゃとか、これやってるともうマジでもうこの辺で苦しくなってくるの。もう盗めよお前、殴って盗め。まあ、俺も 2,3 回は全クリしてるはずだけど。特にやり込みというわけでもないにもかかわらずこの作業が入ってくるんだよ。ファイナルファンタジー9最高じゃない。で原作だと今ようやく戦い始めたぐらいだからな。ローディングが長すぎて。キャラクターで一番好きなのはやっぱ月並みだけどビビだね。マジで大したやり込みじゃない。だってさ、アイテム欲しくなるだろう。やべ、盗むの武器だけでいいやろ。まあそうなんだけど、おい、でもなんかここまで来たね、何にこれ。損した気分だよ。ベアトリックスから盗めるなんだっけな、源氏の小手だっけ。
何回溜まってんのトランス。殺すべきして、セーブザクイーン、セーブザクイーンはあれだ、セーブザクイーンとかが、まあ、時間があれば絶対取れるよ。ここ俺チョコボで100万ポイント、あ、ローブオブロー、ロードだ、ローブオブローブだ。もう何回トランスしてんだよ、殺すぞてめえマジでなあ。このあたりまで分解しますか、マジでノリ。しかも256分の64ぐらいだよこれ。よっしゃ、いや2ゴール分の16だ。もうねえよなこれでな、1を1回やってくんだよ。本当に持ってねえよな、ジャンプさせる。おいてめえ財布出せ、これです、本当に持ってねえだろ、ジャンプしてみろ。最後のこれ全部盗み終わったの、あと盗むというコマンド、俺はジャンプと呼んでる。カツアゲで言うところの。てめえ小銭も持ってねえだろうな。よーし。やっと殺せる。今始まったと思う。さすがにこいつの自動回復だりから、しばいていきましょう。ちなみにブリザラは胸元のランプの色が変化した時のみに、一回さっきブリザラ使ってきた時にさ、チリオンの胸黄色くなってなかった？一回だけ使ってくるから気をつけろ。黒のワルツの HP は約230、シリオンは約480と書いてあります。黒のワルツ1号は万能薬シルクの服が盗め、シリオンはエーテルとミスリルダガーが盗めます。これ倍速使うな、マジクリオだよ、全然クリオじゃねえよ。死んだかと思った。てかむしろ快適まである。マジで昔はもっと長かった、暗転がめちゃくそ長かった。今のうちに思い出そう、テント使うと
上から天とかポコンって降ってきて、相手になんか変なね、そうこのもいやえ、なんか暗闇とかにならなかったっけ。なんだっけテントって。あ、確率なんだ。これ1個800円だよ。黒のワルズ2号にはテント必死だった気がする。沈黙、暗闇、毒蛇のうち、あ、沈黙、暗闇、毒のうちのどれかを引くのね。まずここで沈黙を引きますみたいなところが始まるの。こいつは聞かないのかな。まあでもシリオンはレベル1で勝てるからな。トランス貯めてって、ただレベル1でもう盗まなきゃいけねえんだよ。死にまくる本当に。対戦あるから聞いてないのか。これ早くため。さよなら。なるほど。一人目を倒したようでごじゃるが、他の二人が姫を奪い返すでごじゃるよ。ようやく。とか、お前の名前はレッドというのか。こいつはわしの孫であり、お前のライバルの名前はなんて言ったっこのっていうところぐらい。ポケモンで表すと、かっこマジ話、1ミリも進んでない。いやー皆さんご無事だったが、このね、時短かっけんだよ。いや加藤純一何も言わないんだよ。いや大したことなかったよ。たま何か隠してるだろう。何もなかったと言ってんだろうが、ぶっ殺すぞ。たいな、何もないと言ってるんです。加藤純一に失礼ではないかしら。純ちゃんって呼んでいいよ、お前だけは。倒した後にな。おい、シルクの服持ってんじゃねえかみんな。ざけんなって。お前裸じゃねえか、しかも。くえ。見破るトンズラ、まあ、トンズラも使うけど。でもやっぱり盗賊の極意を持たなきゃもう、マジでやってられん。
盗賊の極意を持たないってことは、みたいなもんだから絶対持たなきゃいけない。じゃあ、あ、来るぞ。やっぱり青空の下は一番ですね。ガーネット姫、なんとかです。そろそろガーネット姫と呼ぶのはやめてください。あら、あなたの股ぐらに引っかかっているその武器は何て言いますの？ん、これかい、これかい、ボロン。これはダガーって言うんだ。ダガー、なかなかかっこいいですわね。決めた。私のこと、ダガーって呼んでくださいっていうのを無視してガーネットって名前つけるところから、ファイナルファンタジー9は始まる。お、あそこに村があるぜ。なんかあの村って前に見たことがあるような気が。加藤純一はいろんなところに行ったことがあるんですね。私が知ってる世界は全て書物の中のことばかりですわ。加藤純一が知ってる村かもしれませんよ。とにかく行ってみましょう。あれ？これ名前決める。おいおい、ちょっと待てよ。おい、ちょっと待て。ガーネットはお姫様なんだぜ。それってどういうことか分かってんの？目薬さそう。今だって追っ手が来てるかもしれないし、姫だってことがバレたらいろいろ面倒だぜ。さま、何を言うか。したいな。やめて。それからしたいな。私は城に戻るつもりはない。でも確かにガーネットでは何かと不都合がありそうですね。この武器は何て言うの？そいつかい？そいつはダガーって言うんだ。それくらいの長さの短い刀のことをみんなダガーって呼んでるんだ。呼んでねえ。それよりも長いものをショートソード。両手持ちの大きい刀のブレード。ダガーより小さいのナイフ。それから、いや、よくわかりましたわ。それはチンポニャ。なんならさ、もうガーネット姫にしよう。漢字つけれるからな。おい、ガーネット姫にしようと思ったけど、どうかな。姫様って言うと、なんか、ねえ、問題があるよって言われてるけど、いや、で、本物じゃん。だって、ガーネット姫にしよう。私はこれから、ガーネット姫と名乗ります。だから、スクエアは、スクエには、漢字を使えなくしたんだろうな。加藤純一、これでどうかしら。いいぜ、ガーネット姫。本当にそれでもごめん。やっぱり違う名前にしますわ。やっぱガーネットなんだよな。こいつだけはダメだ。ガーネットじゃねえとダメだ。これからガーネットと名乗ります。それならどうかしら。いいぜ。ちょっと飲み物持ってくるわ。
ジュジュジュ。わわ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 わ。うん、頑張るだね。うん、頑張る。いい光景だ。わあ、気持ちいい。このゲージが溜まってるところ見ると、盗賊の極意取っちまえばこっちゃのもんや。あ、マジかよ。ねえ、赤ちゃん好き？ありがとう。うめえ、めちゃくちゃうめえ。マジでうまい。あれが何なのかは一生説明しないわ。いいよね、一生説明いらないよね。うめえ。ただのこじき。まあこの風車の小屋行ってよ、ムヒョとロージーがあーだこうだしようや。うわ、ナッツ！こいつ強かったよな。ガーマルチョッパーで、もちろん主人公のジタンは盗賊だから、他のキャラクターよりも素早さが高い。素早さが高いってことは AT アクティブアーダーコーダーアーダーコーダーが溜まるのが早い。1しかくれねえんだぜ、きちいよな。マジで上ボタン連打だ。これで移動してると敵に合わない。どうそれ、知ってた？ちょこちょこやってこうぜ。しまった、これやばい。ナイス。いやー、あのサボテンだ、欲しかった。
防御系のやつは矢印多い方がいいね。逆に攻撃系は少なくてもいいな。20年越しにこのゲーム理解してきたぞ。なかなかやるでねえか、お前やるでねえか。みんな、今までありがとう。僕の負けです。アレクサンドリアが取られました。取らせー！よし！よし！たまんねえや！ゲボの匂いがしたらゲボの匂い！ゲロ？ん？これはゲボの匂い！ゲボが一番うまいからね。まあ、ゲボなんよね。ちょっとゲンジが弱すぎるってマジで。ここ置いたら負けやん。ここか。P だったらまず勝てるべ。なんで負けるんこいつ。死ねよ本当に。これで負けるとか。あぶねえマジ。お前本当にもう数少ないやつを出してるんだぞ俺は。うわ、なんだこの。こいつ取りて。サボテンだ、取らないで。もう何それ。さあ。分かったぞ。右。そんなもんでいい。使ってるとな強くなってくんだよ。そこもまたいいだろ。あ、そこはダメよ。あ、源氏の矢印が弱すぎる。返せ。源氏の矢印弱すぎもんだよ、やばい。俺勝てるけどな普通。なんで勝てないんだよお前。ナスノ。なんでこのナスノは勝てないねえ。
金かけてる時のこれたまんねえな。あれ絶対取ろう。いらないんですけどね。強いだろ、愛着湧いてきただろ。やったー、ありがとうゲット。しかもこのサボテン最初 1P60 だったろ、今 2P60 になったんだろ。使えば使うほどレベル上がってくんだよ。そこもまたねキモい。使ってみる猫の手ラケット。これマジでこれすごいんだぞ。行ってみるか。猫の手ラック。これ猫の手ラックもさ、防御系？あの。攻撃なんだ。一番右は魔法防御。へー。さっきからプリンが打ち負けてんだよね。何その置きに来た感じ。楽しい。よくわからないものがあるね。わあ、風車だ。今後のことも決めなきゃね。あの丘を越えてって今のやつだよね。ルー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 、めっちゃ似てる J-POP あるのなんだっけ。ルー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 、最近たまたま見たなそれ、 2,3 日前に。
辺境の村ダリ、ヴィレッジオブダリ。寝てるくせによ、お前。親父さん可愛いからって見とれてもらっちゃ困るね。いえ、お嬢さんではなくて。このアクティブタイムバー、な、この、あの一方その頃システム好きだった気がする、この街の。これは何というものですか？あの、加藤純一。私の泊まる部屋はどちらでしょうか？ん？そこだよ、みんなで泊まるんだよ。私、男性の部屋との同室は、男性の方との同室は、ATE か。気持ちわかるけど、こんな小さい村の宿に越しなんかないんだ。2個あるよね。城を出てどこに行くつもりだったんだい？あのまま劇場艇が飛べば今頃はインドブルムじゃ。インドブルムには誰がいるかと。一人に決まっとろうが、シドだろうが。バカか。確かに劇場艇にうまく隠れりゃ国境の南ゲートも楽々通り越せたか。けどこうなった今は南ゲートを歩いて越えるしかないね。うん、国境越えか。加藤純一さん、聞いてください。どうしてもやらなければならないことがあるんです。理由はまだ言えないです。でもどうか。なんか母親を止めたそうな顔してるな。凛としてるね。これ親に歯向かう娘の顔だ。そんな気がする。だけどもう迷わない。ガーネットは俺が連れていく。なんか話してもらってるところ申し訳ないけどさ、宝箱が気になって気になってしょうがないんだ。この曲マジ神曲。本人は呼びに来まっか。そんなことよりこちら290ゴールド。え？ 6 消しか。100万ギル貯める方法。楽してお金持ち。儲かりまっか月間。しかもこのね、アクティブタイムイベント、一回逃すともう発生しないやつとかもあるんだよ。ストーリーもの。あ、いたたた、どうしたの？なんかね、この街だとね、ビビが怖がられてんだよ。あれ？あの時の。理由はそのうちわかるぞ。僕って避けられてるの。その井戸の地下に秘密がありそうだな。どうやら察し良すぎない？初見だぞ。今頃城はどうなっているのかしら。あんな騒ぎになってしまってマジで初見。お母様ったら私を助けるとはためとはいえ攻撃なんてやりすぎだわ。民や貴族たちで貴族たちで怪我をした人もいるでしょうに。大きな被害でなければいいのだけど。この先に飛空艇があって、その上で黒のワルツ3号と戦いそうだな。わかんねえけどな。怪我では済まない人もいる。なんだ、邪魔だからどいてくれよ。ど
で、その先にリンドブルムがあって、途中で迎撃されるけど、うん、まいこと風車を避けながら、先手を傾けて入っていって、で、シドに会って、そのシドが呪いでブリムシになっていて、いそうだな。で、疲れたから一回寝るけど、ラー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 、ラー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 、おい、その歌誰でも歌ってたよな、って言いそう。庭で。勘だけどね。わかるだろう。こうやって野菜につく虫を取ってんだ。虫は殺すのですか。すげえ。なんかスチーム版でやったのさ、初めてだと思うんだよ。こんなにこの畑のおばばの表情見れるんだね。伊藤海二みたいな顔してんじゃん。でもアリシコロの心情、ほっぺたが、ああいう猫好きなんだよ。虫だってモンスターと変わらないね。油断してると大事な売り物を台無しされちまうからよ。これは、まあこれはブリムシ。ブリムシは野菜を食べるのですね。ん？それ？ブリムシじゃなくてシドじゃないか。平気なのかい？ブリムシを嫌がらないなんて変わってるね。ここは嫌がった方が良いのかもしれないわ。ここのガーネットめちゃくちゃ萌えじゃない？キャー！なんて平和なんだ。お前かな、俺はどうすればいい。頭を下げるのは嫌なんだ。でもみんな稼いでいるのに俺だけ稼げねえなんてよ。そうだ、あの客が連れていた。彼のことを教えれば頭下げずに済みそうだ。全部持ってるんすよね。で、優越感に浸る。おい、全部持ってるやん。間違えた。てめえ金返せやスタイナー。いいじゃないか、いいじゃないか。もちろん使い回しシステムで。リンゴ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 リンすぎる。硬すぎる。ねえ、殺されねえのかてめえ、カスコラ。ぶっ殺すぞてめえ、マジで。シャバイカ、あのワイトガードだっけ、ワイトガードだっけ、盗もう。全種類コンプしたもんやな、昔は。
嘘負けんのかいそれ。わけでもない。うわあ、シャボテンで扱いたくねえ。かといって、そうだよな、弱えよな。お前が全てを担いすぎなんだよ。担うな。私はこの村の長だが、君は？俺加藤純一、YouTuber だ。リストの買いだめってなんだっけ？あったな。リスト買い占めると何かいいことあるんだっけ？初期買い占めるといいことある？売れるんだっけ？あ、違う！合成で使うんだっけ、これ？これめっちゃ使うよね？錬金術できるんだっけ？リストを木綿のロープに錬金して、みたいな。これ買っといた方がいいんだっけ？とんがり帽子と合成して売ると610ギル。そっか、リンドブルム行ってとんがり帽子を買って、みたいな。先ほどは妙な顔をされてしまったけど、今度はこの子の話し方を、この子と話して普通の喋り方を覚えましょう。いらっしゃいませ。ちょっとおしゃべりしませんか？おしゃべり？田舎から出てきたことにしよう。やっちゃ！今お客さんが来てんの！新幹線みたいな顔してんな、こいつな。口が吸われちゃってんじゃん、前の方に。なんだよ、せっかくすんげえこと教えてやろうと思ったのに。すげえこと？私、いえ、私のことは気にしないで。こうやって見るとやっぱ、ガーネットは若い頃から別格だな。女優、さすが女優。普通の話し方を聞くいい機会だわ。へえ、ごめんよ。実はさ。曜日何してんだ、お前。ちょっと考え事。クエ？ビビ好みの女の子がいたんだな。違うよ、そんなことじゃないよ。なんだよ、女の子が嫌いだなんて言うなよ。あんまり考えたことない。俺はいつも考えてるけどな。そうなんだ、リンドブルムに住んどるんや。ジタンこと加藤純一は。クエーって鳴き声が、ほら、またここのビビ燃え。じゃ、また、宿で。クエー、チョコボ盗まれた。スタイナーのおっさんはともかく、ガーネットはどこにいるんだろうな。
あいつのあの驚いた顔といったら、慌てて若い者に回収させやがった。あとは今の客が宿を出るまでおとなしくしてればいい寸法だ。もっと寝たふり寝たふり。なぜ俺はここを覗いてしまったんだ。あれ、風車がここか。この奥にエーテルがありそうな予感がする。あー、止まってからじゃなきゃ見れないのか。これなのか。だいぶじゃあ後だな。これは特殊な鍵がないと開かない。スライッ。結構な値段で売れんじゃん。いいえ、来なかったわ。どけばばてめえ。おい、取れねえんだ。おそらくおいおい来れるやろう。私チョコボが大好きなの。だからこうして耳を澄ませば。くえー、なんだね、チミは。ガーネット、思いっきり言っとるやん。何か面白いものでもあるのかな。俺とガーネットのツーショット。加藤純一、何見て、顔が赤いぜ。熱でもあるのかい。なんでもない。大丈夫よ。何か妙だな。神妙だね。そうか。喋り方変えてるんだな。これに気づけたやつは FF9 検定1級。頑張っていたんだ。ルビーが演じてると思ったんだぜ。私、エイボン教のお芝居を大好きで全部見てたの。君のことになりたいは大好きな作品の一つだったの。ええー、そうなんだ。クソ冷たいやん。ルビーって劇場亭で会った不思議な口調で話していたあの女性の方？まあね。あの人のような話し方をした方がいいの。え、違う違う。あいつの喋り方は独特でさ、真似しても似てないって文句言われるだけなんだ。俺が。だからガーネットはガーネットで普通の喋るような。わかりま？わかったわ！なんか俺もどっかの国の王女様とか俺のこと好きになってくんねえかな。これ一番あれだからね。これからどうするかを決めるから宿屋に戻っててくれないか。加藤純一、あなたは。俺もすぐに戻る。わかったわ。じゃあ後でね。そういう青春しようかな俺も。いいぜ。村の女の子っぽい感じや。はい。この調子なら国境越えもなんとかなるやもしれん。ありがとう、楽しかったわ。変なお姉ちゃんだったな。スタイナーのおっさんのことはほっといて宿に戻るか。ビビはどうなったんだと。気にならんか。待たせたかい。まあそうだよな。鳥かごの中にいる鳥みたいなもんだもんな。どうして子供たちしかいないのかしら。ガーネット鋭いねあんた。そうなんだよな。
これまでだったら村のそば一面の畑で働いていたんだけどな。すごく小さな畑しかなかったの。だろ？この村は何かありそうな気がする。ビビが戻ったらすぐに出発しよう。スタイナーはどうするの？南にゲートを越えるうまい手を考えたんだ。村の連中はガーネットだけを探しているから目立つガーネットを隠せばいいんだ。平和な世の中だからきっといける。つまりあんなおっさんがいなくてもこの俺がいれば大丈夫ってことさ。そんなおっさん、いいんだよ。働いてないとこいつは落ち着かないタイプの人間だからね。しかしこれで時間ができたというもの。そろそろお父上がどなたを紹介してもらえると助かるのだが。お父さんは夜にならないと戻りません。他の人たちも働いているので昼にも来ることありません。スタイナーのテーマ。この村の交通事情を詳しく知りたいのである。宮廷でも馬車でも何でも言うのだ。理由は言えぬが城にお連れせねばならぬお方がいるのだ。そのために協力していただきたい。おじさんってアレクサンドリア城の人なんですか？いかにも。自分は女王陛下のプルート隊隊長アデルバードスタイナーだよ。超名前かっこいいマジで。あ、知ってます。お城の方ならお話できます。村の外にある物見山に行ってください。モリッドさんっていうおじいさんが住んでいます。カーゴシップの面倒を見てる人なんですよ。カーゴシップ、あのボロ飛空艇がこの村に来ているとはな。そのじじいだったら俺がカードでボコして死んじゃったよ。あのお掃除ありがとう。頼むぞアデルバードスタイナー。早くリンドブルム行ってさ、狩猟祭やりたい。ねえ、フライヤーに会いたい。フライヤーで抜きたい。フライヤー見てくれいいんだけど、あんまり。長い帽子をかぶった男の子知らない？男の子？そんなに知らないよ。あれって走ったりするのかな。そういえばあいつあそこにいたな。さっきまで人がいて、ここから出るなって言われた。えっ、分かった、今からそっちに行く。なるべく早く行くからおとなしくしてるんだぞ。えっ、この村マジで本当に許さんぞ。寝室名付けてるんですね。はい、いかにも恥ずかしいですけどね。怪しいだろ。なんで動いてるんだろう。これ見つけてきたのって村長の弟さんなんだってらしいよ。兄弟喧嘩も終わったから晴れて俺たちの仲間入りだってよ。
弟さんってあのばあさんと同じ考えじゃなかったっけ？畑を潰すとは何事かね。要は昔はな、畑で生計を立てていたこの村だったけど、より金になるものを見つけてしまったんだ。人手も足りなかったし、いいんじゃないの？それより早くこれ詰めよう。箱に入れておくれば城の連中が判断してくれるよ。城。そうそう、俺たちは作るだけってことさ。この樽の模様。待って。とっとっとっと。何かありそうやね。小屋のそばに大きな樽があったでしょう。あの樽。あれと同じ模様の樽を城で見たことがあります。あぶね、俺のダガーが帰ってきた。ならばそれが何かを突き止めておきたいのです。ですから騒ぎとなるような行動を取らないでください。いいや、殺す。でもビビが危ない目に遭いかけたら俺は騒ぎを起こしてでも助けるぞ。それでいいかい？はい。じゃあ急ごう。あいつら奥に向かったみたいだ。そんなことよりも俺ビビと同じぐらいこれを大事にしてるからね。くえ。モック。クッポポポ。あそこのポーションって あそこの宝箱ってどうやったんだっけ？なんかさ、一本行ってさ、ん？あとやったのかな？アイアンヘルム最高。アイアンヘルム持ってるか？カバドミストはビーストキラーブリザード。ひとまずガーネットにつけておく。要はカーゴシップにビビのようなものを乗せてアレクサンドリアに運んどるんや。何かありそうだな。超ネタバレしてマジで。行くから。例えばいい加減にしろこの野郎、バカ野郎この野郎って感じかな。相手を驚かすだけじゃない、勇気も出てくるんだ。勇気。これでビビに頼みがあるんだ。僕をちょっと調べていきたいんだよ。ビビは嫌かもしれないけど。加藤純一、僕もここが何なのか知りたい。あれが何だかとっても気になるんだ。
よし、じゃあみんなで行こう。卵。霧から何かを作ってるね。霧を原料にして。スタイナーはしばらく考えないでくれ。あいつはバカだ。あれ、これチェンジできないんだ。これか。こいつもプディング系だね。あれ、三角ボタンでさ、チェンジできなかったっけ。チェンジっつってもそのチェンジじゃねえんだな。あってはならないことが起きました。姫が死にました。あってはならない。このね、原石が大事なんだよ。さっきのさ、リス倒した時にゴーストさんにもよろしくねって言ってただろ。いや、このゴーストが原石をくれるんだ。大事。姫さんは死んだことがバレたらシャレにならないから。お分かりか。ではこの霧をこの機械が吸い込んで何か卵を作ってると。ちゃんと盗んでいこうかな。まあでも成り行きでいくか。毎回毎回ゴーストから盗もうなんて考えてたらシャレにならんから。盗めたらラッキーぐらいな感じでいこう。そうしよう。なんか原石別に溜まるよね、結構ね。魔法を使わないでいくか。じゃあ他のやつが殴ってる間にティーダが盗むみたいな。ナイス、気持ちいい。64/32だからね、原石本来64/1だけど、盗賊の僕つけてるから32/1。3パー、3.4パーぐらいで詰めるな。頑張
爆笑だろ。え、ちょっと待って、3つ目がある。え、ゴーストって何？ちょっと待って、ちょっとこう粘らして、エリクサーだ多分。あ、これエリクサーだ。いや、これ256分の16でエリクサーだと思う。調べていい？取り返しのつかない要素一覧。あ、やべ、ビビ死ぬ。これね、別にね、欲しいわけじゃなくて、エリクサーが。エリクサーなんてクソほど余るから。単純に見たい。ビビ死ぬな。お、何やっとんお前。ネタバレすんぞおめえが。ハイポーションとフェニックスと羽か。なるほど、じゃあいらんわ。すげえ、こんなレベル上がるんだね。早く盗賊の武器欲しい。ちょっと待って、さっきの部屋といい、こいつで一体何をしてるんだ。霧を吸い込んでさっきの機械に送っているのか。じゃあ、あの卵みたいなものは、あの卵みたいなものの正体とは一体。チョコボにキザール、キザ、ギサールの野菜。早くここ掘れ、チョコボやりてて。もうダメだ、もう急いでいくわ。もうチョコ、ここ掘れ、チョコボもうすぐできるから。俺は止めるな。中が見えそうで見えないな。うわ、なにこれ。こいつは細かいところは違うけど、耳そっくりじゃねえか。な、なにこれ。人形ビビガーネット。こんな、これお母様が。仕方がないな。キャッ、ごめん、でも静かに。キャッ、むぐ、うっ、じゅ、じゅんなあ、今なんか騒いだかい。いや、何もないよ。どっかならいいんだ。そろそろ時間だ、急いでくれよ。はいよ。わわ、そんな奇跡起きる。そんな奇跡が起きるの。わあ、
頼み申す。どうしても城へ連れて行かねばならぬお方がいるのだ。カーゴシップはいつこの村に来るのであるか。あんたは邪魔じゃの。わしは忙しいんじゃよ。これはこれはかたじけない。ところで、ご老人よ、僕とカードをしませんか。今カードできたらかたじけない。まずはカードで落ち着こうや。な。そんなことより。城へお連れすることができる。あとはいかにして乗っていただくかであるが、やや、何が出てきてるかは言わせんな俺に。パス。そんな酷なことすんな。おかげで畑仕事より楽にお金が手に入るんだからなんだっていいんじゃないの。志しきな。姫様ー、姫様ーだ。思い出したけど、風の谷のナウシカ見たくなったわ。黒のワルツ2号を倒したら俺は風の谷のナウシカを見てくる。マジで急に見たくなった。こんな村から一体何を運び出そうというのだ。ヌオ、今樽が動いたように見えたが、はっ、いてえじゃ済まねえぞ。ガーネットに刺さるとこだったんだぞ、姫様が。姫様、これは一体どうなっておるのじゃ。さてはこの男がよからぬことを企んで。静かにしなさい、スタイナー。加藤純一、私ビビに言うべき言葉が見つかりません。城とビビに関係があったなんて。決まったわけじゃないさ。とにかくビビのそばにいてやろう。めちゃくそ落ち込んどるやんけ。これ今ポケモンで言うとどの辺ですか。そうじゃ、これから、楽しいポケモンの世界に、レッツゴーぐらい。マジでこんなペースでやってたら FF9 4、50時間かかるよ、本気で。テキストをまるで全部飛ばしていって20時間。リンドブルームである。それは好都合だ。けど誰に聞いたんだ。あの岩小屋の老人にである。問題はないのである。なんか変だね。さあ来るぞ。まあこの辺、こいつは雑魚だ。
氷の洞窟でおっさんたちが倒れた時にネタ熱に襲われたんだ。一号を倒したのはまさか貴様か。我が名は黒のワルツの王。すべての能力が一号の上を行く。抵抗など考えるだけ無駄だ。こいつはサンダー、サンダーかな。いきなり来たとんがり帽子。これとんがり帽子がレアだな。え、プロテスなの？シェルじゃねえの？ビビは高いからな。気持ち余裕を持って。ナインはね、全体にかけられない。マイティーガードだけだね。あれ、ガーネット意味ねえじゃん。攻撃してこねえよ、ガーネットに。一発勝ち込み入れるわ。あー来た、レザープレート。はっや、やば。多分もうなんもないと思う。誰ビビ。何もないよね、もう。よし、魔法剣ブリザードだと。我が任務は姫を連れて。強すぎる。せやろ。差額で盗むやつだっけ。ん、違う。なんだっけ差額券って。どう忘れちゃった。おめえビビばっか狙っぽいんちゃうど。お前最大 HP からの差か。あファイヤーはこうやって使うんだよ。強い、マジで。ねえ、ちょ、やめて、マジでビビ。使うべきなのか。いや結構食らうね。
ポニー HP 1200くらいだろ。よし、なんでだ。俺が一番必要としていない女の子をかばう。本当にお母様が放ったものなのかしら。何をおっしゃいます。あのようなものの言葉に信ずるところなどありません。王女というだけで不届きなことを企てる者たちは城から離れれば離れるほどいるのであります。私の素性が周りに知れてしまったということなの。生まれ持った気高さがあだこうだ。本当だ。ね、姫様。近頃の若いもんは変な生き物さ樽に詰めてからに。ああ、これはどうもすいません。え、ではこいつが金欲しさにリビをだと。うぜえだろう。100円だとしたら2万ぐらいは儲かんのかな。40個持ってるから。1かい。あれ、レザープレートって俺しか装備できないんだ。チャクラ。なるほど。やつの武器か。ここ行ったらすぐサンゴ出てきちゃうんだけど。まあ、いっか、行くか。まあ、いっか。俺は風の谷のナウシカ見てくるわ。外出てセーブしよう。戦闘じゃダメだ。俺やっぱね、ガーネット挟まなきゃダメ。モーグリ呼んで無視すると切れる。よく知ってんね。16回目で切れるとかじゃないっけ。何回も何回も呼ばないでクポさ、やるかそれ。これ何回か連続やるとテキストがあるよね。一回だけ。本当に失ってもいいんですか？だと。